全体に溶かしたら、まあこの根元のね、表面の方もちょっとこの根元のところが塗布あんまできてないと、なんで全体にこのような感じでつけていきます。で最後に毛先をちょっとお湯で流して、毛先の反応を弱め、さらに蒸しタオルで置くっていう感じですね、僕は。ただネモキンしやすい人はそうしない方がいいと思います。今日は時間短縮のために、タオルを使います。はい、でこの状態で毛先を確認します。一回濡らします。